まあまあ、あとはこのままということで始まりました、うん、ケンさん TV また原宿に来てます。いつも迷ってるのって感じじゃないで、ね、でたまたま親切なよかったじゃん、マキリョウさんのうちさんが入れてもらっていいですかって言ってた。でもほらこれビデオ撮ったから、いつも毎日分かっ忘れちゃったらどうなんだこれ撮ったらいいじゃん。これバージョン出して出して、これは、はい、こっちね、これはこれそれは分かると思うんだけど、これはこっちで要はこう、あ、ちょっと待って、あ、これもともとこっちに入ってるんだけど、それをこっちに移して、もともと多分ね、こっちに入ってるはずだから、それをこっちに移して、で、ここに入れるんだけど、これをここに入れる、まずこうして、で先に入れちゃった方がいい。で、ここがプラプラになっちゃうから押さえてない。これが結局こういう風になっちゃうので、ここを真ん中にこうやると動かなくなるから、この状態で引っ張って、で、ここに差し込む、このスリットに差し込む、すごいね。で、この状態で うまく。結構大変ですね。で、巻くときにこっちも動いちゃうから、ここも押さえて押した。これ使ったことはある、あるんだ。そのおじさんが入れてくれて、自分ではやって入れたことはないんだ。ない。あ、そうなんだ。まあ、いつもお願いします。で、こうします。ある程度、ここがもう負け、一周ぐらい負けたら、もうここは閉まってるので、これを、蓋を、で、ロック。で、あとは、ここは赤いの面白いですね。赤はあの光が漏れてこないように赤くなる。で、こうスタートに入れて、スタートで文字が出てきて、で、数字が出てくるまで回す。これが3,2,1 って感じでなってて、ちっちゃくなって次数字で、だいたい取るときってあのこれぐらいの場所にしておいて、取るときに巻く、取るときに巻くっていうことした方が、あの中で動いちゃうんで、あこれじゃあもうなんか筋持っちゃったらプリヤって取れちゃうんですか。でも蓋が閉まってれば何回やってた、蓋開いちゃったら取れちゃう、蓋開いちゃったら取れちゃう、取れて、取れて、取れちゃう。で、12と16ってやって、16にしてると16枚取り、12にしてると12枚取り、12枚取りの方がこういう自然落ちって言って、周りが暗くなる写真になってます。16枚取りだとサイズが小さくなって撮れる、16枚取れるんだけど、現像出した時にやってくれないお店がほとんど。できません。日本で現像出したことはないんだ。今フィルムは私は韓国4本かな、少ないあるんだけど、金貨が高くて、弟と私5月に帰る予定だったよね。その時も分かって、で来るって思った。今回言ってくれたら友達来てたからやってもらったことない。伊勢崎、はい、そうだよね。この辺とかをちょっと抑え